こと清野と歌仲間。皆様こんにちは。こんにちは。こと清野でございます。今週もこと清野と歌仲間の時間がやってまいりました。この番組では毎週素敵なゲストにおいでいただきまして、いろいろなお話を伺う楽しいトーク番組なんですけれども、この番組を一緒に盛り立ててくださるかわいいかわいいアシスタントはこの方です。はい、阿部律子です。よろしくお願いします。まあ今日はキラキラで、はい、ね、派手。ありがとう、うん、派手なのが大好き。似合う。ありがとう。でもちょっとなんか太って見えません？太って見える。あ、着ない。でもこれお友達が中学の時の同級生がプレゼントしてくれた。そうなの、はい、でも素敵よ。ありがとうございます、うん、はい、それでは。じゃあそういうわけでね、うん、また今週も素敵なゲストにおいでいただいてますよ、はい、芸能生活長いのね。長いです。だって3歳からですって、はい、はい、ゲストはこの方です。こんにちは、西崎みどりです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。3歳、はい、やっぱりあのみどりちゃんは西崎流、はい、新宗家という、ね、そうですね、日本舞踊で初舞台を踏ませていただいたのが3歳の時だったんです。歌舞伎の世界みたいですね。そうですね、はい、すごいね、3歳ね。そして何分踊ったんですか、その頃。あ、もう私3歳から7歳までの間っていうのは毎日どこかで踊っていて、幼稚園に行ってないんですよ。何をしてたかって言ったら、3歳から7歳の間ずっと仕事してる、小学校上がるまで、はい、上がってからも。上がってからはあの労働基準法があるので夜は仕事しなくなりましたけど、もう7歳まではもう朝から夜まで仕事してました、結構ちゃんと稼いでたわけ。時代もね、いろんなところでこうそういう場所が、うん、娯楽が少なかったので、うん、もうあらゆるところにこう伺わせていただいたと思います。可愛いからみんなお声がかかったのよね。お人形さんみたいだったと思う、だってそのあのなんていうの、人形ケースの中から出てきたような感じじゃないですか。いやいやいや、やっぱりこう3歳って大人が何か芸をするよりも、うん、ちっちゃい子がすると、うんうん、1回見ただけでも印象に皆さん残るの で、ね、だからなんかこう小さい時のことを覚えていてくださる方が多いですね、うんうん、どんな名優さんでもね、うん、あの子供と動物が出たら本当負けちゃうっていう時代ね、うん、はい、私の時代はあのよくお猿さんでこう芸をする、うん、あの方がいたんですけど、うんうんうん、もうお猿か私かって言われるぐらいだったんです、その頃。、はい、もうお猿さんの後はもうその3歳4歳の、まあ、西崎みどりかって、西崎みどりの後は3歳4歳の後は、まあ、そのお猿さんかみたいな、ちょっとお猿さんと結構争ってたっていう時代があったみたいで。あんまり覚えてない。あ、でもね、こう印象的なことっていうのはすごく覚えていて、でこのところ思うのは、うん、もう始めたのが早いので、うん、絶対お目にかかることができなかったような、うん、その当時の素晴らしい方たちに随分お会いしたなって思います。羨ましい。私も会いたい方いっぱいいる。りっちゃんだってすごい昔からやねえ、もう昔から、私子供の時にも大人だったじゃないですか。ということは、そうですよ、すごい、子供の時の大人だった。はい、いやいや、もうでもね、年の話はねやめましょうか。はい、で38歳でしょ。そうなの、うん、もうね、はい、堂々とね38歳ですって言うからね、はい、負けちゃいそう。いつでもね、いつでも、ね、言ってます。はい、はい、まあそのくらいでいいのよね。うん、おいくつですか。
え、これ本当の年を言う18ない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 、あ、今もう真面目に本当りっちゃんが38だったら28でしょ、18ぐらいですか。あら28と言ってくれなかった。いや、私はもう印象的に、うん、私が子供の時に、うん、もうすごい綺麗なお姉さんっていうイメージがやっぱり、ね、大人でしたもんね、はい、もう大人でした。昔は大人だったんですけどでもすごいね、あのみどりさんはこう一人芝居なさるんでしょ。あ、なんかあの本当にちっちゃい時から日本舞踊をやっていたせいで、うん、お芝居もさせていただいてたので、うん、このところはその、うん、お芝居をすることと歌うこととこうちょっと合わせて、うん、でまあちょっと日本舞踊も入れてみたいなことを、うん、あのできたらいいなっていうことで、うん、こう一人でお芝居しながら歌ってちょっと踊るみたいなライブを。そうですか、盛りだくさん、ね、ファンの方、ね、たまんないですね。いろんなみどりちゃんが見れて、そうですね、で一人でいろんなお芝居を何役かやるわけでしょ、はいはい、ね、はい、それをどのくらいのお時間、1時間ですね、一、うん、人で歌いながら、まあ、お芝居してっていう、1時間やってその後歌のショーをちょっと30分ぐらい、はい、そうです。じゃあ今お稽古が大変ですね。あ、まだまだ始まってないんですか。今年もまたあの2月にさせていただいて、8月は南豊勝さんと2人芝居をやったんですけど、うん、あの今ご案内させていただくのは来年の3月なので、うん、多分来年になったらまたお稽古が、はい、お芝居 の、ね、あの感覚ってどういうふうな、どのぐらいからあのリハーサルというか、あの長くお稽古する劇団みたいな新劇的なものだと1ヶ月ぐらいお稽古しますし、うんうん、商業演劇的なのだともう1週間足らずでっていうのもあるし、ね、あのほらいろいろ相手役の方がいるでしょ、うん、と揃ってなかなかお稽古ができないのよ。だから揃った時にあのお稽古するから、ほんの1週間ぐらいしか、そうですね、そのぐらいの商業演劇だと思う。琴さんも何周年かの時に、そうそう、45周年の時にね、博品館劇場でね、あの花岡青春の妻っていうのやったんですよ。妻の役になって大作ですもん、いいお芝居ですよね。そうそう、であのやはりね、あの歌ありお芝居ありでね、あの本当に歌謡ドラマみたいな感じで、で最後に私歌謡ショーをやったんですけどね、3日間やりました。昼夜昼夜ちょっと大変でしたね。でも楽しいですよね。そうでした ね、セリフが芝居セリフがセリフが大変、ねね、一生懸命覚えてもうね、でも覚えるのは慣れてるでしょ。そうですね、セリフを覚えるのは割と、うん、あの覚えるのはすぐ覚えるんですけど、もうすぐ忘れるんですけど、その時だけはパッと覚えるのは割と得意ですね。あのお芝居なんかよく舞台お出になってましたですよね。そうですね、お芝居もよくさせていただいて、お芝居もドラマもね、ね、ドラマもやってるし、いいわよね。旅習なんていいですよね。うん、あ、はい、ね、あの歌は良かったね。あれが14歳の時だった。いやそんな14歳ですか。あらまあ、旅習が中学2年生の時で。そうですか。はい、中学2年生の時で相当稼ぎまくったのその話ですか、ね、私あの平尾正明先生つながりですよ、みどりちゃんとはね。私デビューのきっかけを作ってくださって、私が第1号だったそうなんです。そうなんですか。平尾先生がスカウトしてくださったの、平尾先生つながり、はい、あの歌も平尾先生の、あの旅習は平尾先生の作品です。あの突然なんですが、はい、ゲストの方にいつもね、はい、お伺いするんですけど、ペットは飼ってらっしゃいますか。はい、あの今は飼っていないんですけど、うん、犬を柴犬を飼ってたことがあって、うん、でもちっちゃい時はね、うん、すごく動物がいっぱいいる家で、うん、あのまあこうインコ、うん、あのそういう鳥とかもいて、うん、なんか熱帯魚みたいのもいて、父がね動物が好きで、ある日なんかね町でね、うん、ヤギをなんか買ってきたことがあって、うん、なんかちょっとだけヤギを飼ってたこともあるんです。あ、そう、はい、ヤギといえばね、私も子供の頃ヤギ飼って、でヤギのお乳飲んだのよ。うわ、すごい濃いんですってね、ヤギのお乳って、うん、そうな、濃いか薄いか分かんなかったけど、うん、失礼しましたでも飲んだ飲んだ、うん、
沸かして飲んだ、もちろんそうですね、雑菌がねあるので ね、 そうですね、うん、そう、いやヤギつながり、いやヤギつながりになっちゃういいな、ヒロ先生つながりでヤギつながりになっちゃった、どうしましょういいなそれってね、あの他にもいろいろ、そうですね、まあ猫も飼ってましたね、でもいい子がいるのに猫だったらね、そうですね、いい子大丈夫でしたか、大丈夫でしたね、うちの、 あの茶の間がね、天井、まあ自分が小さかったっていうこともあるんでしょうけど、天井にね、あのハツカネズミを友達からもらって、高く吊るしておいたの、そしたら次の朝あれしたら死んじゃってたから、猫って結構跳躍がすごい、ジャンプ力がね、切ってやっただけでこんなちっちゃいんで、すごいがっかりして、二度と、だって猫、ネズミは猫が一番好きなあれじゃないですか、そうですね、かわいそうだった、亀は全然いつかないし、あ、亀も可愛いですよね、可愛いんだけれどもね、お店で買ってくるとね、どこかに行っちゃうんですよ、あ、そうなんですか、金魚も、あ、昔よくあの、縁日でひよことかも売ってましたよね、あのピンクとか、あのなんか色を塗ったひよことかよく、それ時代が違うわね、ことさん、うん、ピンクはピンク、ピンクのひよこは見たことないね、黄色あれは塗ってあるんじゃないよ、元々の色だ、あれは元々です、ね、お祭りでブルーとか、うん、ほら時代が違う、18だからねそこでちょっと差が39だ、でもね、あの私の友達がね、お店で買ってきたひよこっていうのは育たないって言われてるのに、はい、ちゃんとお家の中で、ね、弱いんですよね、そう、お店で買うとちゃんと育ててね、土佐かまで出てきたのよ、男の子だったんだ、すごい、男の子だったのね、そうでね、あの結構大きくなって庭に放してたよ、その後のその後の結末はどうなったのでしょうなのか、ね、食卓に上がっちゃったりなんかしたら悲しいですけど、食べられちゃったりして怖いねすいません、ごめんなさい、余計なこと、あのぜひ今度新曲のお話で、はい、お聞かせいただけますか、はい、どんな新曲でしょうか、ここにいただいたのは、はい、歌物語、新曲はですね、こちらこれは偽名です、お締めなんか、こちらの方が、失礼しました、あの、はい、偽名という、はい、すごいタイトルですね、はい、偽名、はい、あの、まあ私はこう旅襲のイメージとかが強いので、うん、割とこう旅をしながら好きな人をこう追いかけていって、うん、その会えないような歌が多かったんですけど、うん、今回初めて不倫がテーマで、うん、はい、それでもやっぱりちょっと悲しいですね、そうですね、切ない、あまりハッピーなことはないですね、うん、はい、でも私生活ではね、はい、ハッピーよね、そうですね、うん、お嬢ちゃんもいて、そうですね、うん、はい、ね、幸せそうですね、うん、私たちはなんか、うん、ね、ちょっと寂しい生活、ね、ね、送ってるわ ね、そうなんですか一人一人だって結婚はできない、もちろん子供も産めない、産めないじゃなくて産まない、ね、産まないか、うん、もうなんか独身生活を謳歌してブリブリ言わせてきたんだ、あ、お二人と、まあ、まあ、プリ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 それでは、でも独身は独身でまたね、うん、楽しいよね、でもね、お仕事してると、なんかお仕事してると、こう、なんか家庭とかがなくても、うん、この男の人と同じような感じの仕事じゃないですかね、こういろんなところにも伺うし、はい、こう、ね、だから、あっという間に独身でも過ぎちゃうかもしれないと思う仕事ですよね、この仕事。でもちゃん、慰めてくれてるの、うん、いや、私なんかも、本当にこう、たまたまこう結婚して子供ができた何年間とかは仕事やっぱりしばらくしなかったですもん、はい、あ、そうできないっていうか、こういろんなところにね、こう家を開けたりすることができないから、そうですよね、その2つっていうのはやっぱり今はお仕事をするにあたって家庭っていうものが、はい、こう仕事にこうなんていうのか煩わしいとかそういうことはないですか、今は、うん、子供ももう私高齢出産をして、うん、44歳で
子供を産んだので12歳なんですね娘が。そうですか。でもう娘が12歳ぐらいになると、うん、もう手がかかると言っても、うん、かからないの で、 そうですね、逆に言ったら娘ってこう、うん、12歳ぐらいだとすごいんですよ情報が。興味のあるものもどんどん移り変わるし、で一人では絶対行かないような、例えば原宿でお買い物するとか、109に行くとか、青春みたいな映画を見るとか、もうだから楽しいです。兄弟みたいな親子さんなんだ。まあね、早い人は初孫ぐらいの年の差はあると思うんですけど、まあそこはちょっと自分の年齢的なことを若く設定してね、自分の中で、で娘と付き合うようにしてます。でもその遅く生まれになったお嬢さんっていうとなんか兄弟みたいですよね。そうですね、女の子だからすごく良かったなと思って、うんうん、男の子だと年取って産むと可愛くて可愛くて、もう溺愛しちゃうってよく言うじゃないですか。女の子だ、結構相談相手になったり、はい、ね、役に立つでしょう、お母さんの役に、ね、そうです。もう女の子はしっかりしてて、やっぱクールなので良、はい、かったなって、女の子で。それではお母さんの顔から歌手の顔言っていただきましょう。そうですね、はい、それではその大変変わったタイトル偽名、はい、興味深いですね。どんな歌でしょうか。今回は田久保真美先生が作詞をしてくださって、うんうん、シンガーソングライターの永井龍雲さんが作曲をしてくださったんですけれども、うん、そうですか。まあ、私のこう初めての感じの曲です、うんうん、はい、そう。じゃあ早速プロモーションビデオを、ね、見せていただきたいと思いますので、はい、ご紹介ください。はい、それでは西崎みどりで偽名です。どうぞご覧ください。違う女に
続いて阿部律子さんの新曲、愛されても愛されても愛され足りない、どうぞご覧ください。はい、お届けをいたしました。なんか西崎みどりちゃんっていう印象が私はずっと強いので、はい、ママでもありそして大人の女性っていうことで、なんかこの偽名っていうね、はい、タイトル珍しいですけれども、ね、なんかあの、うん、不思議な魅力が出てましたね。 そしてまたあの歌も素晴らしいですけれども、うん、お着物が、うん、あの着物はね実は、うんニューヨークを描いてるお着物で、うんあのまあ、歌の感じだとドレスでっていう話もあったんですけど、うん、ちょっとこうモダンな感じのっていうことで、うん、千々康弘先生っていう作家の先生が、うん、あのこう描い
枯れたニューヨークの着物を着させていただいてます。素敵、はい、こちらの方もそうですか。はい、そうですよ、そうです。とっても素敵なお着物でしたね。それでまたあの今まではねこう清純ってイメージがあったんですけど、はい、すごくこうグッと大人になった、うん、なんか不思議な妖艶になったというか妖艶の不思議な魅力が出てましたよ。ありがとうございます。ね、これからもじゃあ、お体に気をつけて頑張っていただきたいと思います、はい。そしてご予定をな、いろんな、それでですね、偽名は9月に発売させていただいたんですけど、8月に湯原まさゆきさんとデュエットをさせていただいている曲が発売させていただいていて、去年湯原さんとは同級生という曲をデュエットしたんですけど、今年湯原さんがずっと去年から歌われていた再会酒っていう曲がすごくソロで歌われてて評判が良くて、じゃあこれをデュエットにっていうことで急遽デュエットにして発売したので、そのデュエットの曲とこの偽名と、やっぱりいい曲はソロとかデュエット曲とかっていうんではなくて、はい、どんどんこう、ね、世の中の皆さんに知っていただいた方がいいの で、 そうですよね、うん、またまたライバルだわ、うん、デュエットの女王といえばデュエットバヤリなのかしらね。でもデュエットしてみたら、うん、なんか、ま、湯原さんはもう大ベテランじゃないですか、うん、そうするとなんかね楽しいですよね、デュエット楽しいですね、うん、結構デュエット好きになりました、うん。でも こうやって歌ってませんか。あ、ユハさんシャワー浴びてるみたいな、こうやって歌ってで、ディレクターの人がね初めて歌う時に再会酒演歌みたいなんですよ。でも印象つけるためにちょっと2人でこうやって歌ってって言ってさすがにやりませんでした。でもユハラさんはやってました、シャワー浴びてるってのは今ねシャワー浴びてる。あ、そうですか。でも楽しみです ね、 ライバルが増えるのはやっぱりこっちもやるぞっていう感じになります、ね。まあ、ライバルなんでそんな、そんな、私だってデュエットそんなしたことないので、女王に、そう、女王にりっちゃんのライなんだっけ、デュエット曲は、うん、まあどこ行っても歌われてますよね、うん、私もカラオケでよく歌います、うん、ありがとうございます、ね、ありがとうございます。お客さんからね、ご要望があって、ありがとうございます、歌ってくださ い、 34年経ちました。そんなに経ったの、はい、そうですか、はい、すごいよね。頑張ります、うん、頑張ります。ではあっという間にね、はい、お時間になってしまいました、はい、ね、話が弾んで、いろんな話もっともっと聞きたかったんですけどもね、はい、またまたお越しをいただくとして、うん、またお越しくださいませね。ぜひぜひ、はい、皆さんあっという間にお時間になってしまいました、はい、今週もそろそろお別れの時間です。また最後にプロモーションビデオ、私の命舟をご覧いただきながらお別れです。また来週お会いします。ごきげんよう、みどりちゃん。さよなら、あちあち、さよなら、さよなら、良いお年を。まだ早いんだってば、良いお年を。はい、良いクリスマスよ、ことさん、としくっちゃん。
怖いけど、どこまで行くの教えてよ。風が冷たい港町、錆びた岸壁、命見つけた命。